じゃあ回します。はい、3、2。はい、どうもこんばんは、ジェイです、どうも。いえ。リバイアのジェイです、どうも。あ、はい。はい、バネッサの元気です、イェイ。イェイ。イェイ。なんか、イェイ多かったけど。イェイ。イェイ。これは、はい、何な、な、あれこれ何をどこのあれ話すのかよくわからない。まあ、自主版クラブでディスラクティブズボンゴをお買い上げいただいて誠にありがとうございます。あ、どうもありがとうございます。独占ということでね。というわけで、何を話せばいいか分からず、まあ、二人で話してるわけですけど、まあ、そうなんだけど、そんなもんだよね。まあね、おまけだもんね。そんなもんね。うん、期待することない。ないないない。全然期待できない。とりあえず、あれ何 CD の内容的な、内容的な内容ね。尊敬式にするお互いでね。あ、それがいいかもしれない。じゃあ、1曲目リヴァイアのディザスターなわけですけども、はいはいはい、Jさん、はいはいはい、どんな気持ちで詩はお書かれになられたんですか？それはね、ずいぶん確信に迫られてる。どういう気持ちで、どういう気持ちで、まあなんだろうね、もうひたすら曲を聴き込んで、うん、これだなっていうところが、風景がなんか出てきて、うん、もう一気だね。これは本当に早かった、うん、詩はもう、うん、30分ぐらいでトントンもうザザザって書いちゃって。そうね、早かったね。これは内容は、内容はちょっとね、ちょっとすさんだ感じで、すさんだ感じ。そうね、すさんが、すさんだ、すさん、すさん、すさんが、すさんが感じで、あーだそんな感じお届けしております。そう、ディザスター。そうそうそう、ディザスターね。まあ、歌詞を見ていろいろ感じ取ってくれればいいなと思うなと。あ、まあ、あとはもう自分で考えろと。読んだ？お前は読んでない。お前は読んでない。で、そうね、どうも誠です。お前は読んでない。お前は誰だ？僕もいるよ。お前は読んでない。で、そうね、うん、夢見が丘ね、はい、これは一体どういう気持ちで、あれですか、あれはなんかもう手放してから気づくことを、あー、あるね、歌詞に ね、まあ、みんな経験はしているんじゃないかとは思いますけども、はい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 、はい、してない人がいたらごめんなさい。本当にごめんなさい。問題ない問題ない。まあ、まあ、失ってから初めて気づく重みだとかね、はいはいはい、まあ、変な話、愛とかね、はいはいはい、そういうのをテーマに、まあ、僕にしてはかなりストレートな歌詞を書きました。なるほどね、はい、いいじゃない、いいじゃない、いいじゃない。これはね、いや、いいや、ここはぶっちゃけなくていいや。ここは別にぶっちゃけなくていいや。ごめんなさい。あ、どんまい。これはダメだ。秘密ダメ。いつか、そのうち、いつかそのうち、うん、関東でね。そうそう。まあ、そんな感じで、まあ、ね、締め方が分かんなくなってきた。あとどのぐらい、あとどのくらい行こうかな。もう3時間ぐらい行くかな。まあ、まあそんな感じで、ありがとうございましたと。これからも、これからもね、バネッサもリヴァイアもよろしくお願いします。ということで、バネッサの元気でした。リヴァイアのジェイでした。イエーイ、ありがとう、ありがとう、みたいな。